はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。まあね、先日の右肩甲骨周りから脇をね通って、胸筋の話の続きになってしまうんですけども、本当息をするだけでね痛くなってきてね、ほんまどんな体勢でも痛いです。まあ、しかしね、このように今日みたいにねベルトで縛って余ってる紐をね反対の手でこう引っ張ってっていう感じで締め付けてる状態を保つと、また痛みがねマシになることがね分かりました。だからちょっとこう脇で挟んで、背中普通のこれねズボンにするベルトなんですけどもね、こっちで縛って背中を通して脇で挟むって感じなんですけども、まあでも意識して引っ張られてるのはね、まあ、10秒15秒ぐらいでね、まあ、それ以上はね無意識にね力が緩んでいくので続けることができませんが、まあ一瞬痛みは和らぎます。なんかね、肩のサポーターとか探してるんですけどね、まあ、寝るときはねこう腕をこう上げてというか、脇ね、右の脇をこんなふうに見せながらガーってこの体勢で寝てないと痛すぎてね寝にくかったです、昨日の晩はね。でもそれにしてもね、免疫抑制剤のパワーってねすごいんですね、本当にね。まあこういったお薬を飲んでるとですね、まあ、ほんまやったら自分の体からこう出てくる免疫力のね成分がですよ、今は出てこないというか、まあ少ないからこう補強をしてるんですけども、補強ね飲んでるんですけども、まあ、こんだけ痛みが出てくるほど足りてないというか、まあ、出てこないから、まあ、作られてない状態なんですよね。のね、例えばね、脳みそから出てくる、興奮したらこう出てくるアドレナリンとかあるでしょ、まあ、あんな感じでね、ほんまやったら出てくるんですよ、免疫力のこの僕の体からね免疫力が、まあ、でも薬を飲んで補強してるうちはね出てこないらしいです。まあ、徐々に減らしていったら、まあ、薬をね減らしていったら、まあ、徐々にこう作られていくんですけどね、まあ、足らなかったら注文するっていう、こうなんていうんですかね、まさにこう受注発注ですよね。何の話やねんって感じなんですけども、まあ、人間の体ってそうらしいんですよ。こうやっぱり足らへんものを補っていく、補ってます補ってますやったら、あ、体は、あ、今作らんでいいんやっていう風になって、こう痛みを和らげて、和らげようとするホルモンっていうんですかね、そういうのがねもう作られへんくなるんですって。だから急に薬をパサッと止めたら、えだだだだだとか、わーってなる、なんかこう体にこう異常が発生するらしいです。まあ、そんな感じの薬をね飲んでるってことなんで、まあ、ちょっとね怖いですけども、まあ、しっかりね先生のお話を聞いて、薬を飲み続けて治療していきたいと思います。まあね、この痛みもね、まあ、言うてる間に和らぐと思うんでね、まあ、こうやってしてるうちはまだ痛くない、いや痛いんですけど、痛いけど、まあまあまあちょっと和らいだらいいかなって感じです。今でも意識してキュッて締め付けたんですけどね、これが緩むとまあ痛いんで、本当にちょっと頑張っていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいとって思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。